今日は先発での出場となりました。まず今日のゲーム振り返ってください。そうですね、まあ、先発だったんで、まあ、本当に勝ちたい試合だったんですけど、まあ、残念ながら 0-3 って形で本当に悔しいです。前半後半ともに立ち上がり相手に押し込まれた印象はありましたけども、入りはいかがでしたでしょうか。そうですね、本当に入りも悪く結構押し込まれたりシュート打たれる分多かったんで、まあ、前半守りきったんで良かったんですけど、まあ、後半、まあ、3失点して本当に残念ですね。ただその中でもミトラスターが光るプレーも次第に増えていきましたよね。そうですね、まあ、押し込まれててカウンターで、まあ、前のフォワードの大前前田選手がを狙って蹴ったりしたんですけど、まあ、そこでいい形で、まあ、得点入ったらよかったんですけど、まあ、入らず本当残念ですね。今季残り6試合です。抱負をお願いします。まあ、残り、まあ、少ない試合の中で、まあ、本当にできるだけ勝ち点を1でも積み上げて本当に上位に食い込んでいきたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。